どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク激闘コクリア攻防戦の A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。2周年で登場した意思を受け継ぐ者カニキケン、熟練度 100% 武器強化マックスにしてきました。で、意思を託す者有馬騎将、こちらも熟練度 100%、武器強化マックスにしてきました。こちらの2人をですね、前衛に並べて、後衛全員なしで、前衛の一番右端も外して、本当に2人だけのパーティーで今回は国立攻防戦の A に挑戦していきたいと思います。2人だけなんでシフトも使えないですし、今回は3ターンで決めます。で、1ターン目の1フロア目の古田は有馬のスキルを打つだけ、これで倒します。で、これで有馬と金木には 2.5 倍のバフがかかったことになります。ブレイクバーストとダブルスプラスはここで発動してるんですけど、そのターンだけなので今切れてますね。で、ここで一旦2人のアタックポイントを全部使い切って金木のスキルを打って2フロア目の有馬騎将は終わりですね。で、これで 2.5 倍のバフかかってたんだけど、金木は自身に上から3倍のバフをかけて、2人ともいい感じにバフがかかった状態でこのフランを突破ということで、で、最後アタックポイントを2人とも全員使ってあげて有馬のスキルを打ってやることで、結局こいつね、武器耐久値マイナス10プラス10連ダメージなんで11個削れることになるんですよ、武器耐久値が。なんでジャストミートでブレイクで殴って終わりですね。これでブレイクバーストとダブルエースプラスのバフもかかってるんで2倍がね、2人ともかなり火力が出る状態で終わりですね。めちゃくちゃ強くない？この2人第1段階でも覚醒する前で、覚醒する前の方が逆に使いやすいんです、武器耐久値削りが入ってるんで。はい、ということで、今回は激闘コクリア攻防戦を2周年で登場した石金木と石有馬2人だけの編成で、シフトなし、覚醒なし、3ターンクリア、3フロア3ターンクリアという動画でした。めちゃくちゃ強いですね。ぜひとも皆さん武器強化マックスして熟練で 100% して、使ってみてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。